間残っているということであります。さてルーキーのこのピッチングは、ちょっとやはりあの上腕、登板は初登板ですよ。そりゃそうですね、ねえ、はい、なんとかうまくこの重圧を切り抜けてほしいが、そういうこと言ってましたね。右がもう、ね、もう腸がこう飛び交ってしまうようになると、ナーバスな状態にね。と名勝負を展開してきました。そして作っていくんでしょう。ワンスリー、レフトに上がりました。吉村です。よし、もうスタンドは全く目に入らないでしょう。ノースリーから打った、ワンスリーです。あー、これでツースリー、ツースリーまで行きました。バット止まった。初球は何でしょう。おー、来ましたね。外国人選手は過去のデータを拾っても2年目が非常にいいんですが、高いバウンド、腹が出る。そして小原田に倒す。本人の今年にかける意気込みっていうのは僕すごいものがあると思うんです。やはりフォアストに行ったということが野球を大切にしてもらいたいなという気がしますね。あ、なるほど、